どうもご視聴ありがとうございます。エイトビリチャンネルのビアンです。このチャンネルでは、戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん、最後までお付き合いください。今回はですね、結構花粉とか黄砂とかで汚れてしまっているこの黒のソリオバンディットを戦車していくんですけれども、戦車 YouTube のカリスマ、ワックスウォッシュ宮崎さんの川上さんが作られた戦車ケミカル、ビアクリーン、こちらを使用して、普段の戦車では落とせないような汚れ、こちらを落としていこうと思います。それではスタート。それでは早速やっていきます。足回りからやっていくんですけれども、リアクリーンを使っている映像っていうのが動画の12分ぐらいからになりますので、リアクリーンだけ見たいよっていう人はそこまでスキップしちゃってください。はい。で、足回りの洗浄、カープロのアイアン X スノーソープ使っていきますが、今回ですね、ザクラスさんのですね、プレミアムウォッシュバケツセットだったかな。これがですね、なんとプレゼント企画で当たりまして、ちょっと足回りの洗浄に使っていこうと思いますが、想像以上に良かったっていうか、かっこいいし、18リッターバケツでグリッドガードついてて、で、このオーガナイザーがね、すごいんですよ。仕切りがついてて、ブラシをストックするフォルダーがついてて、で、この仕切りがね、なんとも考えられてる。この 500ml サイズのこのね、スプレーボトルがぴったりフィット。これ気持ちよかった。 で、これで足回り洗っていこうと思います。鉄粉除去剤、ガレージセラピーのアイアンオキシード、これを使って、先にですね、乾いた状態なんですけども、全体的にスプレーの方をしておいて、鉄粉の反応を待つ間、タイヤハウスですね、こちらを先に洗っていきます。はい。で、IK フォームプロ2を使って、これもね、アイアンエクスのソープなんですけれども、これ20倍希釈くらいですね。かなり泡立ちはいいです。はい。で、イージーディテールブラシ5を使って、タイヤハウスの中、内側ですよね、ブラシでゴシゴシと洗って、で、先にタイヤの方ですね、こちらも洗っていきます。で、もうアイアンエクスソープでもう全部洗っちゃいますみたいな感じで、で、この時にですね、中のホイールのところね、紫に鉄粉除去剤が反応してるのがわかるかなと思うんですけれども、で、アイアンオキシードかなり洗浄力高めなんですよね、ガレージセラピーの。で、これで流すだけでも相当綺麗にはなるんですが、結構ね、やっぱ冬の間ずっと使ってたスパッドレスタイヤですので、融雪剤もついてたり、で、ホイール洗浄もなかなかやってなかったりで、結構、しっかりと洗っていってますね。で、アイアンオキシードをさらにスプレーした上で、アイアンエクスのソープをかけて、で、P&S のブレーキバスターを吹きかけながら、まずは、タイヤの、ホイールのですね、内側ですね、中身の方を洗っていっております。イージーディテールブラシとビッグを使ってゴシゴシと、洗っていきます。で、この、ホイールの内側表面っていうのは、なかなか普段は、洗車好きの方でしかやらないようなところにはなるんですけれども、結構ね、やっぱり汚れてますよね。で、ホイールの表面も、細かなところ、に入り込んでる汚れっていうのはやっぱりあるので、ディテールブラシ、ながら洗車のジャストブラシを使いながら、表面を、ブラシを使って、洗っていって、リムの内側ですね、このスポークの内側のところも、ホイールミットを使って洗っていっております。全体的に洗い終わったら、一旦、泡を洗い流していきます。高圧でね、しっかりとすすいで、で、水流に変えて、もう一度、水流ですすぐ。で、ガレージセラピーのセラミックシーラントのちょっと裏技的に使うんですけれど、これもウェットコート的に使えちゃうんですよね。で、浸水状態になってたと思うんですけれども、それをもう、スプレーして、ざっと高圧で流すだけで、これだけ撥水がかかるという、なんとも優れものですね。本来は塗ってちょっと乾かして拭き取るみたいな使い方なんですけど、こういう使い方もできますよというところで、ホイールなんかはやっぱこういうウェットコート系がやっぱり便利だなというふうに思いますね。はい。足回り終わりましたら、ボディの方移っていくんですけど、トリフンがありました。トリフン爆撃を食らっておりましたので、ディティールアーティストのダイブを10倍希釈したものですね。これがタンパク質汚れに非常に有効ですので、先に吹きかけておいてから1分程度待って、高圧で洗い流して、トリフンの汚れ、落としていっちゃいます。もう高圧で流すだけでね、しっかりと落ちたのがわかるかなと思います。
ではボディのプレウォッシュの方に入っていきますけれども、まずは高圧洗浄機で、ボディ全体に乗っている、大まかな汚れですね、砂泥汚れ、花粉黄砂などの、ですね、触らなくても落ちる汚れを、まずは飛ばしちゃいますね。でこの工程っていうのをね、しっかりね、やるっていうのが、特に花粉黄砂多い時期っていうのは必要になるかと思います。もう水弾きがもうお亡くなりになってますよね。はい。で、スノーフォーム、ね、かけていくんですけれども、これは、ガレージセラピーのスノーフォーム V2 ですね。これを、吹きかけていきます。これがだいたい20倍希釈ぐらいで使ってますね。推奨は10倍ぐらいですけど、20倍でも十分、泡がこれだけモコモコになりますよ。でこの車の洗車頻度がだいたい2、3ヶ月に1回ぐらい私が洗車するって感じですんで、まあ、その都度、まあね、簡易コーティングとかもやったりはするんですけれど、ね、まあ、めんどくさかったら撥水シャンプーとかでもやったりするんですけれど、まあ、汚れはやっぱりね、なかなか、普段からまめに洗車できるっている状態の車ではないので、結構やっぱり乗っちゃいますよねっていう話で、まあ、2、3ヶ月に1回私が、しっかりとね、ちょっと、がっつりと洗車するって感じです。だいたい5、6時間ぐらいですかね。作業内容はそんぐらいですけれど、ちょっと天候状況があまり今回ね、良くなかったですね。スノーフォームを、滞留させている間に細部洗浄の方を行っていきます。スポンジやミットの届かないところですね。こういったエンブレム周りとか、給油口の中、ドアハンドルの周りといったところですね。こういった隙間を、ディテールブラシを使って、汚れをかき出していく。で、そこの作業時間がだいたい5分から10分程度になるんですけども、その泡を滞留させている間に細部洗浄をして、滞留が終わったら、高圧で、しっかりとスノーフォームを流していくという作業ですね。でスノーフォームを流すときは、流し忘れのないようにするんですけど、まあ、ここでね、全部、しっかりと流さなくてもっていうところなんですが、しっかりとね、高圧で衝撃を加えながら流すというのが必要なんですね。で、ちょっと時短技というか、鉄粉除去剤なんですが、これは田舎のワイヤーっていうのを使ってるんですけれども、大体に3倍ぐらいの希釈したものです。はい。で、それをした上で、コンタクトウォッシュっていうのをさらにやっていく。で、ピュアレストの、カーシャンプーを使いまして、洗っていきます。で、コンタクトウォッシュのバケツで泡立てているのは、これはピュアレストの、カーシャンプーなんですけれども、ここからですね、さらに、鉄粉除去剤をかけた状態で、ボディにスノーフォームで、先ほどのアイアン X スノーソープ、カープロのやつですね、これを20倍希釈したものを吹きかけて、で、これが、要は鉄粉除去機能があるカーシャンプー、中性なんですけれど、なっているので、で、ホイールに使うのをメインで使っているんですけど、もちろんボディに使用することも可能です。ただ、鉄粉除去剤もそうなんですけれども、乾くとシミになる恐れっていうのは非常に高いので、乾かさないようにするのが、重要です。で、この日は気温も少し低めだったんですけれど、なんといっても曇り空なんですが、で、この後ね、実は雨が降ってくるんですよ。最後の最後に。はい。で、鉄粉の除去をしながら、中性のコンタクトウォッシュを、終わらせると。いう時短技をやっております。で、ここでの注意点は、洗うときですね、スポンジやミットで洗っていくんですけども、1パネル、2パネルごとぐらいに、洗ったら、違う綺麗なバケツで、水で、ミットが綺麗な状態で、作業すると。鉄粉には、砂ぼこりとかを巻き込む恐れがあるので、鉄粉除去をしながら、というわけじゃないですけど、他のそういう以外の時でも砂ぼこりとかね、やっぱりワンパネル洗うごとについちゃうので、その都度ミットの汚れを、取りながら、バケツ2つ用意しなくても、シャワーとかで流しながら綺麗な状態を維持しながら洗車していくっていうのが、ボディの傷つきを防止するということにつながるのかなというふうに思っていますね。できるだけまあ、カーシャンプーの泡とかも、まあ、ひたひたにした状態でやるのが重要なのかなというふうに思います。で、今ちょっと洗い終わった状態ですね。鉄粉除去しながらコンタクトウォッシュした後の状態はもう弾きはほとんど
ありませんよというところですね。うん、で、鉄粉除去剤を使いましたので、しっかりと純水で再度すすぎ、高圧で飛ばしたんですけども、その後もう一回すすぎをします。で、先ほどみたいにドアハンドルの隙間とか、隙間をね、結構ね、気にしながらたっぷりの、水流を使って、流していくのが重要なのかなと。思いますね。やっぱりカーシャンプーもそうなんですけど、ケミカルの残りっていうのはね、やっぱり、シミにつながったり、回復できないダメージになったりする恐れっていうのはあるので、まあ、回復するには、まあ、研磨したり、下地処理クリーナーとかを、使って回復するのが重要です。で、今、板内割って拭き切ってるんですけども、ちょっとね、このフェンターのところがよく見えたので、あれなんですが、水垢がやっぱポツポツ残ってるのがね、見えたと思います。拭き取りの方なんです。先にホイールの拭き取りの方もやっちゃいます。はい。で、ブロワーで飛ばしといて、ホイールの方を拭き取りすると、いう感じですね。はい。で、この水拭きした状態で、ちょっとなんかまだらな感じに残ってるのがわかりますかね。まあ、水垢とかいろんな、劣化した貝コーティングとか、っていうのが残っているので、これをどう、取っていくかというので、ワックスウォッシュ宮崎から販売されております。川上さんが作ったリアクリーンという下地クリーナーですね。これを、固く絞ったクロスに適量を取って、塗り伸ばして、まあ、なんていうんですかね、少しこう、かつては手で、塗り込んでいくといった方が正しいかもしれないですね。で、微粒子の研磨剤が入っているというか、磨く成分が、若干入っているというものになるので、まあ、なんでしょうね、油分除去剤という位置づけなんですけれども、代表的な油分除去剤で言えば OC メンテナンスクリーナーが出て、あるんですけども、それがちょっと施工性にやっぱり重たさがあったり、ムラが出たりっていうのがあったり、もやもやっとしたりっていうのがあるんですけれど、で、まあ今これ、絞ったタオルで一回拭いたのがこの状態、結構汚れてましたよね。ボンネット半分だけやっただけなんですけれど。で、ひっくり返して汚れを回収して、さらに乾いたタオルで拭き取ると。いうものですね。で、このリアクリーンの特徴っていうのが、施工性が非常に高いです。で、こういう油分除去系の下地処理クリーナーって結構重たかったり、ムラが出たり、もやもやっとしたりとか、拭き取りにちょっと難があったりっていうものが多いんですけれど、で、このリアクリーンに関して言うと、本当にクロスで塗り伸ばして塗り込んで、さらに、濡れてた、クロスで拭き取って乾いたタオルで仕上げると、もうほとんどムラが見えないんですよね。もう珍しいなと思って、で、ボディが乾いた状態でも濡れた状態でも使えるというものになるんですけれども、こういった軽度の水垢汚れですね、固着しきってしまったウォータースポットになっちゃって塗装に食い込むようなものっていうのはちょっと改善はできないと思うんですけれど、本当に軽い水垢汚れなんかは、古い簡易コーティングやワックスと一緒に落とせるというものですよね。で、今これちょっとね、傷の状態どういうなのか見ていってるんですけども、左のドアパネルの方が未施工で、フェンダーの方が施工目なんですけど、で、ただ埋める成分っていうのはあまり入ってないようで、なので、傷が完全に消せるかというと、洗車傷が見えづらくなるなと、ツヤで見えづらくなるなというのはあるんですけれど、深い傷とかやっぱりね、消すことはできません。し、埋める成分がやっぱり弱い分、そこまで、隠蔽性っていうのは高くないですけど、やっぱりでも見えづらくはなります。で、今、脱脂したらどうなるかなと思って脱脂剤使ってみたんですけど、もともとそもそも埋める成分が少ない分、脱脂した状態での傷ぼのりっていうのもほとんど、認識できなかったですね。ほぼ変化がない。ただ、未施工面と見比べると、やっぱり、きちんと塗装面が整ってるなというのが見て取れました。で、このリアクリーンは、洗車頻度が高くて、割と、簡易コーティングやワックスとかをすぐ剥がしたい人向けなのかなと思いました。僕なんかすごく向いてるなと思ったんですけれど、がっつり汚れを溜め込みすぎると、やっぱり、OC メンテナンスクリーナーなどの強い溶剤じゃないと、やっぱちょっと難しいかなと思う。
ったり、ちょっと時間がかかったりするんですけど、このリアクリーンだと本当に、軽い汚れというか、まあ、2、3ヶ月ぐらいで積もった汚れっていうのは本当にすっきりさっぱりと落ちますね。はい。で、1台丸々やりきったらタオルがこんな感じで、まあ、まあまあ、汚れてましたね。で、これリアクリーンの後の水弾きです。こんな感じ。少しだけちょっと疎水みたいな感じになるかなと、いう感じですね。でも、撥水コーティング効果っていうのは、まあ、ほぼないのかなと。で、まあ、気になる方は脱脂するがいいなと思いましたね。で、実は雨降ってきちゃったんで、これ手前味噌なんですけれど、リベンジャーズグラフェンコーティング。これね、実は、水濡れた状態だろうが、乾式施工だろうが、湿式施工だろうが、関係なしにコーティングできるという。で、乾燥時間も必要ないんで、もう雨降ってきちゃったからどうしようかなって感じで、もう、ね、これ衝撃映像だと思うんですけど、もういい、これ雨降ってるんですよ。この雨降ってる状態、これ浸水になってますよね。で、リベンジャーズグラフェンコーティングからやっていくんですけれど、はい。で、で、この状態から、もう本当にスプレーして、もう濡れた状態でも全然構わないです。うん、もうスプレーして拭き上げて、仕上げ拭きをちょっと、ムラを取るみたいな感じで仕上げ拭きやってもらうと、ここからもうすぐに水かけてきますよ。見ておいてください。はい、これだけ弾くと乾燥時間ゼロというですね、恐ろしいものですか。今ちょっと旧商品のラベルボトルがリニューアル予定で、ちょっと、新しいラベルボトルが出るまでちょっと皆さんお待たせしている状態なんですけれども、リニューアルの、予定をしておりますので、はい、といったところでですね、この雨に濡れた状態でももうどうしてもコーティングまで行っとかないといけないなというものをであれば、もうこういったものを使っていただければと思います。といったところで仕上がりです。ちょっと雨降っちゃったんで、水が乗ってる状態になっちゃいましたけれど、最初と比べるとかなり綺麗になったなと思います。タイヤワックスしてないんですけど、この後ね、ノーマルタイヤに変える予定があるということだったので、タイヤワックスは今回しておりませんといった内容で、今回の動画は以上となります。ワックスウォッシュ宮崎さんのリアクリーンを使用して、普段の洗車で落とせない汚れを落としてみました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見、コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。